ハズ族は1737年にカール・フォンディンレによって分類された皮脂植物東大グサカの族である。ハズ族植物はゲオル・クエーベルハルト・ルンフィウスによってヨーロッパに紹介、導入された。この族の一般名は英語でラッシュフォイル及びクロトンと呼ばれるが、後者のクロトンは変容木をも指す。俗名のクロトンはギリシア語でダニを意味する。 カッパロータウニューから来ている。これは、ハズ族のある種の種子の形状に由来する。ハズ族植物で最も知られている種は、東南アジアに自生する樹木あるいは低木である、ハズであろう。ハズは、1578年に、クリストバン・アコスタによって、リグナム・パバーニーとして、ヨーロッパの文献で、初めて言及された。強烈な射毛薬として、植物薬で用いられるハズ油は、 ハズの種子から抽出される。現代では、ハズ油は危険であると考えられており、多くの国の薬局方にはもはや記載されていない。ハズの種子は、下痢を引き起こすため、ハズ油は重度の便秘を治療するために、伝統中国医学で使用されている。ハズ油には、有機化合物ホルボールと発芽促進物質である、ホルボールエステルが含まれている。アマゾンにおいて、 ソングレイ・デグラードとして知られるクロトン・レッチレリーから取れる赤い乳液は、原住民によって液体伴走行や、その他の医学目的に使用される。ケニアのキクユ族の場合、ーメガラカーペスの樹皮や葉を煎じたものを、インフルエンザや肺炎などに対して、あるいは樹皮を他の植物と共に煮沸したものを熱を伴う風に、対して用いていた事例が報告されている。カスカリラの木の樹皮は、 リキュールのカンパリアベルモットの香り付けに使用される。最近ケニアにおいて、シーメガラカーペスといったクロトン属植物の種子が、南洋油切りよりもバイオ燃料源として、より経済的であることが示された。ケニアでは、1リットルのバイオ燃料を得るために、南洋油切りは2万リットルの水を必要とするが、ハズ属の樹木は自生し、 種子1キログラムから0.35リットルの油が得られる。発属樹木はケニアにおいて防風林として植樹されており、バイオ燃料源としての利用は地域経済に利益をもたらすと考えられる。工作地は人口増加による圧力に押されているため、住民は防風林を切り倒し農地を拡大している。バイオ燃料としての利用は砂漠化を防止するための 暴風林の保護の助けとなるかもしれない。ハズ族植物は、もっぱら、これらの植物を食べるスキニアシトロネロースを含む、ある種の蝶の幼虫の植物として利用される。ハズ族は、熱帯地方のあらゆる場所に分布し、ある種は温帯にも広がっている。日本では、南西諸島に、グミモドキが分布する。ハズクロトンティグリアムハズ族は以下に示すような多くの、別称でも知られている。 ありがとうございます。